キルギスの国旗は赤字に黄色の太陽を描いた旗。太陽は40本の光以上を放ち、内部には円形のシンボルが描かれる。現行の国旗は1992年3月3日にキルギス最高会議で制定された。単独区をゆると内部から見上げた物赤字は勇敢さと勇気を、太陽は平和と豊かさを象徴する。 太陽の中に描かれた円の中で二組の三本線を交差させたシンボルは、キルギス人など遊牧民の伝統的な、テント式家屋の頂部にある構造を、単独区を表したもので、祖国や宇宙を象徴する。単独区は、住居のようとなる部分であり、親から子へと受け継がれていくものである。中央アジアでは広く用いられているシンボルであり、カザフスタンの国章にも用いられている。 キルギスは1936年にソビエト連邦を構成するキルギス共和国となった。当初は赤旗の上部に黄色でやリバースといった文字が描かれたものを国旗とした。1952年12月22日、青と白の帯を配した国旗が制定された。ソ連崩壊から1991年まではキルギスソビエト社会主義共和国の旗から鎌と土。 星を取り除いた図柄の国旗を使用していた。ありがとうございます。